か、お正月。え、お正月、うん、なんかした年末年始。いや、いろいろしましたね。いろんな普段会えなかったお友達に会ったりとか、うんうんうん、あと私父と、うん、あの2月に1回ぐらい、うん、あの普通にこうデートするんですけど。え、そうなの。デートするの、うん、デートするの。お父さんと、うん、何それ詳しく聞かせて。仲良しなの。仲良しだねで、うん、また初詣に二人で行ってきたんですよ。おうおうおう、毎年行く神社でね。二人で、うん、二人で。二人の方がゆっくり話せんだよね。へえ。そうそう、まあね、パパのお仕事のこととかさ、うんうんうん、私のお仕事のこともこう、へ、話し合って。そんなにパパと一緒に喋ってるのに、うん、男性とこうやって喋ると照れちゃうの。パパと違うじゃん、だって知ってる、 うちのパパ超優しい。知らないよ知らないよ、全然知らないよ。そのし、そうだよね、知ってたら知ってたで逆に問題な気もするしね。お前なんで知ってんのなってくるだろうしね。あのですね、うん、その父は結構私のお仕事のこと見てくれてて、トシ君結婚したねってパパに普通に喫茶店で話してて、ま、そういえばさ、トシ君結婚したね俺全然知らないのに、顔も合わせたことないのに、トシ君結婚したんだって、うん、トシ君って言ってたちょっと面白くて、ちょっと話そう。お父さんなんていう名前なの。お父さん、うん、かつみ。かつみさん、あ、かつみさん、いつもお世話になっておりますすいません、本当に、これからも仲良くしていただければと思いますよろしくお願いします。あ、そんな聞いてると思う、多分やべ、言っちゃったすいません、本当にいつもお世話になっておりますあ、そうですか。そうだよ、よかったねって言ってたよ。あ、いや、ありがとう、ありがとうですね、ありがとうございます。え、トシ君は。俺もね、実家に帰って、うん、初詣はね、今住んでるとこの近くでやったんだけど、うん、実家に帰って、うん、じいちゃんばあちゃんと、うん、おかんと、うん、あとおばちゃんと、うん、いとこにお年玉を持ってきましたよ。お年玉とかあげたの。あげた。まあ、いろいろね、お世話になった、うん、去年いろいろとお世話になったところがあったんで、うんうん、どうだからね、みんなにお年玉あげてえ、え、なになになに、花ね、さっきくれなかったじゃん。ちょうだいあのねこれ、ぶっちゃけていいですか、二人ともね、仕事始めなんですよ、ね、これ、うん、若干正月ボケ若干残ってるよね。うん、若干じゃないよもうだってトークのレベルがさ、うん、本当だよね低い感じするもんね、うん、これ残していいのかしら。そうね、うん、まあまあまあ、正月はね、そうやって二人とも多分いろいろとやってきたと思うんですけど、はい、そうだね、今年ですよ、問題は2016年の抱負。抱負、うん、抱負なんかありますか。ああ、私ね、うん、冷静と情熱の間ん？っていうのをね、目標に頑張るんだ、うん、冷静と情熱の間。そう、なんかニュートラルってこと。そう、をこう保ち続けるっていうことを頑張ろうと思って。ほう、仕事する上でね。ほうほうほう、うん、仕事する上で。そうそうそう。じゃあトシ君がハナちゃんってなっても、うん、もう冷静と情熱の間すんなんでしょうか豊中さん、なんでしょうかそれさ、うん、冷静と情熱の間っていうかさ、ふざけてるよねふざけてないやい本当、うん、あ、そうなんだ、うん、英語ふわとしか。まあ、自分で言った手前ね、何も考えてないんだよな。抱負か、うん、なんかでも、うん、去年いろいろとこうお仕事させてもらって、うん、いろんなこうなんかなんだろうな、いろんなところにこう挑戦するっていうことをして、うんうん、でお仕事をいろいろとたくさんいただいて、うん、やってきたことを、うん、劣化させずに、うん、今年も頑張ってその。この位置ラインっていうのを下がらないようにキープしたい、うん、またはもっと上を目指したい。はなんか今年はちょっとそういうのがあるかもね。マジでやっぱふざけてるじゃん冷静と情熱の間とか言ってたのやつ、ふざけてたってことになっちゃったよね。ちょっとね、今年もね、うん、頑張
張りましょうね。頑張りましょうよ。うん。